ですか。いいっすかって今誰に言ってるのか全然分かってないと思いますけど、はいどうも、こんばんは。本日じゃないね、いつもの癖が出ちゃうんで、ね、このライブ MC の癖がこう喋り始めると出てしまうのは良くないですね。はい、なんて言えばいいんだろうね、パーソナリティって言えばいいの、ゲーム番組の合ってんの、あの向こうでお客さんがガンガンうなずいてくれてるけど、こういう時ってなんて言うの、普段どういう風に紹介してる、あなたの推しは。自分の番組の時に普通に何々ですって始めちゃってる。じゃあそれ、桃海です、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、というわけで、桃海のゲーム墓場、今日で第2回でございますが、今日はね、涼しいですねっていう時事ネタ入れないといつ撮ってるか全然分かんなくなるから、本日8月の27?7? もう8月 27? 夏休み終わっちゃうよ。宿題した？俺してない。自由研究が済んでない。誰に向かって言ってんだろうな、カメラに向かって喋るって話ですね。はい、というわけでございまして、桃海のゲーム墓場、本日第2回を迎えますが、なんか別に俺が辞めたくても続ける続いて連綿と続いていくので、毎回こうゲームを選択していかなきゃいけないんですけど、前回第1回は地球防衛軍というゲームのシリーズの、まあ、ちょっと外伝的な作品を取り扱わせていただいたんですが、後でね見返してね思ったの、あのマイナーな作品良くないなって。やっぱ、ね、メジャータイトルだよ。みんなあれでしょ、ウィニングイレブンとかしかやんないんでしょ。知ってるよ。やんないの。あ、でもモンハンとか、モンハンとかやんないの。なんかあれ国民的、あ、ツムツムとか。あ、積んでないの、積んでないの、俺積んでるよ。たまにね感じなんですが、まあちょっとね、まだまだ始まって2回目ですし、メジャータイトルからいこうかなと思いまして、ただね、メジャータイトルっていうのもね、いろいろ迷うんですよ。分かりやすい、ほら音的にも分かりやすいマリオとかさ、うん、でも別に、なんだろうな、でも今ちょっと思ったのはあれだな、すごいアクション下手くそな女の子呼んでマリオ2やってもらうっていうのはちょっとありだな。嫌がらせ以外何者でもないと思うし、あの最初のドッキリのことって死ぬとこは最高に面白いと思うけど、それまでだな。そこで番組ピーク来て、あと落ちる一方なのでやめましょう。はい、というわけで今回取り扱うのは、ドラゴンクエスト。知ってる、ドラゴンクエスト。まあ知らねえわけないよね。ジャパンに生まれててドラゴンクエストを知らないってなかなか難しいもんだと思いますが、1作目、1986年5月27日、あ、俺より1歳年下ですね、28年かな、もう。そうだよね、ちょっと前に25周年みたいな記念の作品が出てましたが、まあそんな感じでもう結構お年を召したゲームなんですが、今回はその中からまた外伝ですよ。まあでもね、実際なんだ、ゲストさん呼んで RPG やってもしょうがないじゃないですか。どこまでやんのって話だし、あのプレイ時間自体は10分ぐらいしかないから、 RPG やってもしょうがないですからね。でその中で、子供向けといいますか、皆さんあのイトーヨーカドーとか、まあ、街のゲームセンターとか行った時にこうちっちゃい子がやってるようなあのカードが出てくるゲーム機って見たことありません？あるよね。まあそんな中で、そこにもドラゴンクエストの作品がございまして、そちらを取り扱いと、あの噛んだら放送停止っていうルール作る。そうするともうちょっと俺も緊迫感を持って放送できるんじゃないかなと思うんですけど、まあそんな中で、それをやっていただくドラゴンクエストがすごく好きと伺っているっていうか、まあ雑談の中でね、あ、ドラクエ好きなんですよという話を伺ってたんで、今日はこの方に来ていただきたいなと思ってお呼びいたしました。お呼びいたします、尾身優也さんです。どうぞどうぞ。こんにちは、こんばんは、はい、こんばんは。どうご紹介したらいいですかね。断層、和装と言いますか、あ、これ手書き、はい、字綺麗だね。一生懸命今日書いてきた。マジックで、あの仕事のできる桃海氏がちゃんと用意してきちゃってました。すごく悔しそうな顔をされたので、次回から用意してくるのやめようかなと思いました。それは次回の方だね。はい、あれね、まあ、ちょっとご紹介させていただきますと、はい、なんだあんた。読んどいて。何なんだろう、ジャンル分け難しいなと思って。ダンサー、アイドル、歌手。あ、もともと芝居から入りましたね。あ、そう、なるほどなるほど、うん、お芝居からステージ立つようになって。そうですね。でも、実際お会いしたのは僕、アイドルライブですね。そうですね。ライブアイドルさんの現場でお会いして、でもね、特殊だった。そう、一
つもね、あ浮いてるなって思いながらね、うん、いていいのかなって思いながらね、なんかいい。そう、楽屋であのアイドルさんナンパしてて、なんだこいつはと思ったら、してないよね、女性だった。いやいやいや、してないよね。いや何人か証言受けてますよ。ほんと違う、ちょっと待って、ちょっと待って。あのね、うん、話してるだけでね、またナンパしてるって言われる事態が起こっているから、またおみさんに口説かれたと。最近ね、ほんと控えてる。まあその時おみさんじゃなかったんですけどね。そう、名前は最近控えてる。そうですね、あのその前はまあ別の名前で活動されてて、まあちょっと今回は、尾身優也さんという名前で今活動されてる。今回だけじゃない、もうこれから、まあ、今回じゃない、今回はって言っちゃったから、うん、あもう取り返しつかねえと思って。 そこはじゃあ広く。そうですね、はい、でやってらっしゃって、その尾身優也以前の時にあの人は楽屋で女の子をナンパしているという、繰り返さなくていい。そこ強調しとこうかなと。すごい強調されたよね。初めて会った時も2回目の時もね、その話出てたから。いやいやいや、してないよね。してない、してない、してないって。すごいなんか必死に否定すればしてるほどなんか結構いつしてたの。うん、まあしてない。なんか可愛いだの、優しいだの。いや可愛いと優しいは挨拶じゃね。ほら、そういうこと言うから黒いけるって言われるんでしょ。いや、違う違う、だってさ、まあそんなことはどうでもいいんです。はい、わかりました。何の話だよね、ドラクエ。そうそうそう、で、結構ゲームやられるって話で、話でっていうか、話でっていうほどじゃないんですけど、実はあのモンハン、さっきちょっと話してましたけど、はい、実はね、モンハン仲間というか、たまにオフで、もう連れてってもらってる感じ。そうですね、あの連れてオフでモンハンやったりとかしてる中なんですが、ね、まあモンハン以外にも結構ゲームやられるということで、うん、歌振りとかね。歌振りね、でもなんか狭く深く的なね、歌振りも借りてやったから。あ、マジで何、オールスターズなんだっけ、違う、あのデビュー、わかんない。あ、マジですか。わかんないって言われちゃった。誰好きなの、誰好きなの。あの、レンのお兄ちゃん、はい、あ、はい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 、俺ことぶき先輩。わかんない。あ、わかんないか。何そう、卒業生組。あ、わかんない。あ、わかんないか、そっか。あの、ほんと A クラス、B クラス。あ、そっかそっか、そっちの方か。はい、じゃあ次回は歌振りで。わかりました。歌振りでお呼びしますんで。わかりました。はい、やべえ、どうしよう、全然で。そんな中で、前に楽屋トークでちょっとお伺いしてたのが、もうドラクエ大好き。好きですね。8好きなんですよ、確かに。8好きですね。8も好きだし、でも結構2とかもやる。2が一番最初、ちっちゃい頃、一番最初にやったドラクエなので、はい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 、すごい幼心にめっちゃ怖いって。まあ難しいし、死ぬし。死ぬしね。死ぬしね。そう、めっちゃ大なめくじが超怖くてさ。もうロンダルキアまでたどり着けねえよっていう。無理無理無理。今大なめくじの話で。ロンダルキアってどこの。あ、すげえ飛んだみたいな。すごいびっくりしちゃったよ。でもまあそこからシリーズ通してやられててっていうことで、はい、まあ、そんな尾身さんにぴったりの、ドラクエシリーズの、まあ、総集編に近いようなタイトルでございますね。先ほど紹介した、もともとはカードゲームで、扱うアーケードのゲームでございます。はい、こちら、ドラゴンクエストモンスターズバトルロードビクトリーでございます。こちらは、ゲームセンターではビクトリーの名前なくて、モンスターズバトルロードバトルロード2という、まあ、ゲーセンの筐体で出てたゲームなんですが、それの総集編として出たタイトルで、まあ、要はね、モンスターを操りつつ自分のアバターとなるキャラクターを操って敵のチームと戦って、で本来は中からカードが出てきてそのカードを集めるみたいな要素もあるんですが、このゲームの中には、これまで発売じゃねえな、出てきたカードが全部収録されてて、でそれを使ってゲームもできてストーリーモードもあってという流れなんですが、さっきねちょっと実は試しプレイしていただいてたんですが、はい、もちろんその Wii のコントローラーでもできますが、こちらは専用コントローラーがご用意されてまして、こちらでございます。もうね、持ってくるの大変だった。こちら、紹介していただけますか。こちらは何のモチーフでしょうか。わかんない。え、緑だから。ドラゴンキラーはもっと手にはめるやつ。あ、そか。こちらは、ドラクエ4の伝説の武器、天空の剣でございます。あ、そうだ、実際の筐体もですね、ちょっとご紹介したいんですが、実際の筐体にもこのように剣が刺さっております。でこちらの剣を筐体にさらに押し込むことによって必殺技モーションみたいな、演出だったんですが、なぜか家庭用でもまんまそれをやらせるためにこれね、重いの。しかもちゃんとコントローラーでだからボタンもついてて、これでちゃんと遊べるようになってるんですね。あのこれでアクションゲームやると腕つりそうになるんですけど重いし。というわけで今回はこれでプレイをしていただこうかなと思っております。で実はもう準備が済んでおります。はい、まあ、あの所定の位置に、はい、立っていただいて、はい、でね、まあ、せっかくだからリアクションもいろいろ楽しみたいなと思っていろいろ準備してくるつもりだったんですが、準備が間に合わずちょっとね、大丈夫ですかね。
今回はその、ドラゴンクエストモンスターズバトルロードビクトリーで尾身さんには、はい、頑張って倒していただきます。はい、ちなみに好きなドラクエのシリーズ聞くのもあれだな。魔王で何か好きな魔王とかいます？魔王、こいつかっこいいな。でもピサロじゃないですか、それやっぱり。ピサロ、まあ魔王って扱いでいいの？あ、そっか、うん、結局デスピサロ、あ、まあ、スクエアは、スクエアじゃない、エニックスはネタバレすると怒られるかな。あ、そうね、大丈夫、伏せたピーチーサロ。いまだにね、あの、なんだ、ドラクエ1のラスボスって名前出せなかったりするので。あ、そうなんだ。まあ、なんかそんな話もあります。どうしようかな、じゃあ隠しボスとかでもいいっすよ、いっぱいいるよね。あれ、4の言っていいの？言っていい。エスターク。あ、エスタークね。ああ、エスタークか。でも残念ながらさっきあなたが選んだのは、あ、そういうそういう流れにしようと思ってたけど、今日こいつ空気読めないじゃん。全く打ち合わせしてなくて、これですね。ダークドレアムめっちゃ見たね。ほんとかっこいいと思う。というわけで、尾身さんには今から、ダークドレアムと戦っていただきます。というわけで、はいはい、プレイに移っていただきましょう。はい。はい。まあ、愛も変わらず、あのゲームのプレイ画面は、会場に来ている方だけ、音声がうっすら聞こえるかなみたいな状況でちょっと配信の方には見ていただいておりますが、今これね、プリキャっぽいよね。そう、今、うん、アバターが装備する場面で、セイントセイヤっていうか、どう、セイントセイヤかプリキュアかで、若者向けでプリキュアを選んでくれたってことですね。はい、ありがとうございます。プリキュア大好きなので。よかった。で、こちらのゲームなんですが、基本的には、まあ、モンスターを2機読み込んで、で、アバターを、自分のアバターに装備を着せて、今はメタルキングの兜、メタルキング、なんていうの、鎧だな、メタルキングの鎧、メタルキングの盾、メタルキングの剣を装備したアバターで戦う。で、一緒にその3人のチームを組んで、敵の3人のチームと戦うっていうのが基本的なゲームシステムなんですが、今回は、魔王戦ということで、魔王は、1体で3体分です。はい、攻撃は1回しかやってきませんが、めちゃくちゃ強いです。超かっこいいね。そうですね、演出が。まさかあれはなんでしょうね。いや、超かっこいいじゃん。なんでしょうねって、ダークドラムなんですけど、かっこいいよね。やっぱりね、魔人が。これ普通に見入ってたらダメだな、ちゃんと喋んないとな。ね、大魔王はこの破格のね、扱いですな。わ、やっぱダークドライブかっこいいな。かっこいいよね。普通の感想になってますが、エスタークとか言ってて、ほんとすいませんでした。まあ、こちらと戦ってもらうんですが、パーティーが今回は、ブリザードマン。うん、もう一人誰だったっけ。あの、なんかドラゴン。あ、そう、ダースドラゴンですね。2のね。はい、コマンドを選んでいただきます。凍える吹雪、わかんないけど、威嚇？アサルトクローですね、それ。すいません、ちょっと勇気が。まあ、ターン制じゃないんですよね。一応スパイサ順で、そのターンで入り乱れて戦うんですけど、はい、だ魔王は1体しかいないので、1回しか攻撃してきませんが、まあ、強いです。HP もこっちは2700しかないのに、敵はもう5900あるんで、かなり頑張らないと倒せませんね。いやー、ちょっと待ってくださいよ。何にも出ない。お、最後聞いてないぞって言われてるね。やばい。かっこいいな。どうですか、そのシリーズずっとやってた人間からして、うん、これなんか 3D でガシガシ動いてるモンスターとか。いや、感動でね。もともとだって全部ドットですからね。うん、まあ8、7は一応 3D っぽい感じではあります。うん、7はちょっと違うか。なんだって動けない。はい、セブンはね、フィールドが 3D だったけど、8はもう完全に 3D でしたから。あれ寄った、最初やった時画面。あ、でも9とかやられてますよね。9やった。9って9だよね。10は10やってないんだよね。でも今度出るじゃん、オンライン。まあ、ずっと出てて 3DS でも。そうそう、あ、そう、 3DS でようやく僕の持ってるハードの。今あの撮影担当していただいてるこちらの吉田店長もドラクエ10ユーザー。番組やられてるんですよ。ちょこちょこあの見させていただいておりますが、威嚇は実は、ね、あの敵の行動を制限するあのスキルなので、魔王には効かないかな。ギガでいいんだって。なんかずるくない、向こうね。かっこいいじゃん。あのよく見ると左上にあのゲージがあるじゃないですか。うん、もうだいぶダークドライブのゲージが溜まりつつあるという。
というか溜まりました、ね。溜まっちゃったら何か来るんですか。今会場にいるお客さんにも、まあ、配信のお客様にも、配信のお客様はね、まあ、知ってる方知らない方いらっしゃると思うんであれなんですが、実はその、有機ゲージという今画面的には右下にある自分の有機ゲージ、左上にある敵の有機ゲージがあるんですが、これが溜まると必殺技が打てるというシステムになっておりまして、もうそれ以上何をされるというのか、はい、とってもいやらしいことされます。で、全然聞いてないですよ。諦めるな、まだあるぞ。諦めるな、負けない。まあ死ぬかな。あれ、そういえばさっき言ってたなんとらかんたらカード、はい、あれはいつ使えたの。まあ残念なことにダークルドレアムの必殺技がかっこいいっすな。ちょっとあれ、ドラゴンボールっぽい。あ、そうだね。やべえ、地球がみたいな感じだ。まあ、1人1000ずつ食らってるってことは素の状態でも死ぬと。で、まあ、今回はいきなり、魔王と戦っていただいたんですが、はい、魔王というのは基本的にアーケードモードで、はい、3戦目に最後に出てくるので、そこまでに自分もその必殺技ゲージを貯めといて魔王戦でガツッとあの攻撃してやろうぜみたいなのが基本的なシステムなんですね。そうなんですか。はい、なので、まあ、尾身さんさっき一番簡単な面で死んでしまったので、そうですね、どうせ死ぬなら魔王を見ようかみたいな流れでこうなってしまったわけですが、遊んだ後はしっかり休憩してね。休憩する。いやいや、じゃあちょっと大丈夫です。休憩があったら、今のが必殺技だったんですが、はい、もちろん、主人公側、主人公っていうかプレイヤー側にも、必殺技がございます。で、本来はそのめんどくさ、すごいめんどくさいプロセスを踏まないと、あの必殺技を演出すら見ることはできないんですが、こちらの家庭用の、まあ、モンスターズバトルロードビクトリーの方だと、このごめんね、すごく遠いんだけど、よいしょっと、あ、間違えた、あ、合ってるか、合ってる、なんか、なんですか、あれはクロスが入ってるんですか。そう、クロスが入ってる。もう全然配信のお客様には分かんないと思うけど、あのアバターの話ですね。あのこちらの家庭用の方では、いわゆる、まあ、ギャラリーモードみたいので、必殺技の演出だけを見るモードがございます。今回簡易版でそちらで楽しんでいただければ。まあ、裏話すると、実はその必殺技を打つ直前まで貯めといて、今回放送を始めて尾身さんに必殺技まで打ってもらって剣ガーンやるみたいなのが一番ね、番組的に良かったんだけど、あの不甲斐ないことに桃に途中で死にました。さっき魔王戦まで行けなかったので、ね。いやいやいや、というわけでちょっとあの自分の家だって、会場のお客様には、まあ、演出を見ながら楽しんでいただきつつ、配信見てるお客様はあの尾身さんのリアクションを見て楽しんでいただければと思いますので、リアクションしない。そうだな、好きなシリーズ、結構その必殺技のムービーっていうのが各、まあ、シリーズごとに用意されてるんですが、分かりやすいところだと、まあ、今ずっと4の話もしてたので、ドラクエ4の、うん、全キャラ出演の必殺技がこちらになります。フォーの勇者もかっこいいよね。うん、フォーの勇者なんかこのゲームだとソロって名前がついてるんですよね。おー、ソロなんだ。ダイヤ、あー、やっぱマーニャかわいいわ。全員でミナデイン。あー、使ったことないんだよな、ミナデインって。正直そのアーケード版の頃はもうプレイするだけでも1回100円ですから、ガンガンお金の消えてくるゲームだったんですが、もうなんだろう、演出見るためだけでも楽しめる、うん、てか演出見るためには相当頑張って進めていかないといけないので、うん、なかなかね。例えばそうだな、ファイブとか、はい、お好きですか。好きですよ。パパスとかね。パパス、パパス好き。パパス死んじゃってた。そんなパパスの、そんなパパスのものすごくかっこいい必殺技がこちらでございます。パパスないかな。まあ、よくわかんない。パパスで必殺技ってよくわからないんですけど。うん、そうだね。序盤の山みたいな人です。ブローの方、パパスかっこいいな。
やっぱドラゴンボール的な、ドラゴンボール的な感じに、ね、まあ、鳥山さんっぽいデザインとは相性がいいです。そうですな。か、あとは今回わざわざ今日のために用意してきたんですが、はい、一応配信版というか、コンシューマーなので、いわゆるダウンロードコンテンツというものがございます。実際のゲームの筐体では出てこないんですけど、そのダウンロード専用で配信されてるカードみたいなのがございまして、その中にあるのが、こちらリッカちゃんでございます。おうおう、リッカちゃん、リッカちゃん、ご存知ですか？あのあれだよね、ルイダの酒場行くとさ、っていうかドラクエ9の宿屋の、うん、あ、ルイダの酒場ってあのあそこ、あ、六本木の、あ、六本木の、そうそう、あれ行くとリッカの宿屋の音楽がずっと流れてる。そうですね、そうそうそう、元々は9のキャラクターで、うん、宿屋を切り盛りしてる、女の子というキャラクターなんですが、なぜか配信だけでカードが出ておりまして、逆に言うとこれ買わないと見れないという必殺技でございます。これが一番派手かな。これ見て帰っていただいたら今日得した気分で帰れるんじゃないかな。お、ね、これが一番派手なんだ。これが一番派手、リッカちゃんが派手。まあやっぱお金出して買うだけあってめちゃくちゃ演出も凝ってるという音楽まあ、ちょ待って、一応必殺技なんだこれすげえ、あー会場来れてない方すいませんね、これが必殺技なんです。すごいな。デボラだ、すげえかっこよすぎる。リッカすげえ、リッカすげえ、マジすげえ。ちょっとこれで一発でファンになるね見たい方はすげーで、これが突っ込んでってバーンで、このゲーム中一番強い必殺技らしいですね。一番ダメージが出るらしいです。あの宿屋行きたいもうルイダの酒場どころの騒ぎじゃない。めっちゃ行きたい。ないない。そう、まあこんな感じで、まあ、演出も含めてドラクエファンにはすごく優しいゲームになっております。じゃあこっちも戻ってきていただいて、ちょっとドラクエの話なんかしつつ、実際もともとドラクエってね、ずっと 2D というかドットで出てきたゲームで、ね、あのファミコンなんかこんなちっちゃいキャラクターがうごめいてるだけっていう感じだったんですけど、こんなやっぱ 3D でちゃんと総出演で出てるとやっぱワクワクしますよね。っていう、本当はそういうなんか当時やってた大人向けっていう感じだったんですけど、なかなかこのゲームセンターのちっちゃい子向けの筐体として出てしまったので、結局誰を対象にしてるのかよくわからないという現象が生まれてたり、ゲームシステムが単純なだけに結構戦略があの固定されてしまって、あの最初の大会はある一つの呪文を使えるモンスターでほとんど埋め尽くされてて、このゲームあの寝ると、ラリフォーで寝るとほぼ行動できなくて、あのまあ反撃受けないっていう状態になるんですけど、結局ラリフォーを使えるドラキーだけで埋め尽くされ、大会が埋め尽くされてるという、ハロウィンみたいな感じですね。そうあの阿鼻叫喚だったという話も伺ってますがなんですけど、まあガチでやる人にとってはカード集めとか、まあそういうスキルの選別とか、まあ実際そのレベル上げとかも楽しくて、こう演出を見るだけでも楽しめるというのがこちらのいいところだなと僕は思ってるんですよ。実際来てこうやって見ているだけでも楽しめるしっていうね、はあ、まあ、てかボリュームがすごすぎて、結構あのパッケージの絵みたいなのを使ってたりとかしてるんですけど、カードデザインも楽しめるかなというところですね。で今日はモンスターちょこちょこっとしか出てません、あの紹介できなかったんですけど、はい、実際さっきリストを見ていただいて、なんか懐かしいモンスターとかいました？ね、少しあの何だっけ、イバラドラゴン、イバラドラゴン、あれには本当に泣かされたっていう、うん、このゲームでもイバラドラゴンすごくうざいモンスターなので、うん、だってさっきやられたよね、うん、そうそうそう、あの巻きつかれるとあの次のターン動けないみたいな、あれはね本当困ったな、本当困った。実際もめんどくさいモンスターでしたね。もうね、だから2回目行った時にはもう二度と嫌な思いはしたくなくて、すっごいレベル上げてもうサクサクいけるもんねっていう感じでドラケの思い出的な、そうそうそう、3とか、あ、はいはい、この辺モンスター、
はそのなんだろう、ダウンロードコンテンツの一つで各シリーズのストーリーを追うモードみたいなのもあるんですが、ちゃんとシャンパーニュの塔行ったらカンダタがいたりとか、でカンダタは古文と連携攻撃してきたりとか、そういうのもなかなかやっぱダウンロードコンテンツっていうとお金払わなきゃいけないんでしょ的な流れってありますけど、払った分の価値はやっぱり総集編だけあって、この先シリーズはこれで終わってしまったので、もったいないなという部分もありつつなんですが、まあ、今からやっても全然遅くない、すごく楽しめるゲームだと思います。である意味これがあったからドラクエ10もあるのかなっていう、全部 3D でモンスターも 3D で表現されてて、でその今ドラクエ10っていうのはオンラインゲームになってて、やっぱ 3D でやってますし相性もいいですしという感じなんですけど、結構ベラベラ喋ったというか、結局ドラクエのモンスターとか演出見てわーわー騒ぐだけの放送になってしまったな。そうですね、一番テンションが上がったのがリッカのヨヨ。あれはね、ドラクエ好きだったらテンション、いやでもちょっとリッカちゃんに対する見る目変わった。ああ、今までどういう、そんなに特に意識してなかった。ああ、はいはい、単なる1キャラとして見てた、うん、なんか可愛いな、はいはいはい、魅力に気がついた、はいはい、まあ、配信版の方はすごく悔しい思いをしてるのでは。あ、今だって画面見れてないのでね。そうだよね、申し訳ないです。絶対でも本当見た方がいい。僕の説明じゃ多分バーンってきてバーンってバーンって感じだから本当に、まあ、いろんな人たちがバーンってきてバーンってきて、うん、バーンってなってバーンって建物がバーンって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 っていうところは本当あれやりたかったんですよ、ね、あれすごいわ。実際のプレイでやって、あの魔王があれで死ぬところが見たかったんですよ、ね、魔王あれにやられるちょっとなんだろうね、複雑だよね。そうですね、まあ、本当に今日ありがとうございました。こんなわちゃわちゃした放送に来ていただいて、すいません、なんかすいません、とんでもないです。いや、こちらこそ。というわけで、何かお知らせ等あればと思いまして帰ってきたんですよ、はいはい、これが基本的にはライブ活動されてるんですよね。まあそうですね、今はちょっと事務所辞めちゃったんで。ああ、すごい、うちうちの話来ましたね、うん、だから本当になんかフリーで好きなことを、はいはいはい、好きなタイミングで、あ、好きなタイミングでやっている感じです。なるほど、イエーイ、手書きだよ、手書きだよ、はい、モンハン仲間募集中モンハン仲間大募集中。すみません、押したいのそれですか？ライブが近々あります。これですね、あ、これライブが近々、あなたのカンペです、それ。あります。あ、僕か。そう、あなたのカンペです、それ、9月7日、はい、野方、え、あなたが出るライブハウス、ね、これ野方駅近くのね、はいはいはい、これね、IWOO、 そう、ここね、野方、そうです、すいません、本当確認不足で、で、あのお昼のライブです、アニソン特損縛りのライブです、はい、アメイジング、アメイジングフェアリーズボリューム1、あ、1ってことはもう、そうなんです、初回ですね、初回のライブですね、はい、アニソンの翼、はいはい、はい、こちら、出番とかは言えない、あ、まだ決まってないです。決まってない、じゃあもう来ていただくしかないな、そうです、なんか自分の時間プラスメドレーでみんなで歌うみたいな感じですね。オープン11時半、スタート12時、はい、で、予約当日チケットを2500円、ドリンク代は別でございます、はい、ということで、はい、まあ、ぜひぜひ来ていただきたいなと、はい、そう、ライブの、ね、内容のご紹介ってあんま最初できなかったんですけど、今回も和装ですか？ああ、いや全然、本当にアニソンなんで、アニソンなんで、そうです、最初見たときね、衝撃だったんですよ、あなた。どんな格好してましたっけ？いや、三味線弾いてた。あ、そうだった。はい。三味線弾かれてるんだ。あ、そんな人っているんだなと思って、それ以来ずっと衝撃で。和装の時は結構津軽三味線。津軽三味線弾かれるんですよね。あれも結構ね、ショッティングでしたね。あ、三味線弾く人っているんだ、アイドルさんでと思ったら、アイドルさんじゃなかったっていう。本当アイドルじゃない。アイドルさん好きな人だ。アイドル好きな人。楽屋でアイドル口説く人だ。なんでそこ最後にまた強調するの？みんなもう忘れてたよね、30分で忘れてたんだよ。びっくりしたよ、まさかも、まあ、今回はアニソンイベントなんで、はい、まあ、基本的には出て歌うぞということで、はい、大丈夫でしょうか、はいはい、あとはツイッターとかでお知らせしてるんで、ツイッターの ID が、あ、これがもう一枚ありますね、はい、先ほどございました、のまさに名前通りのアカウントでございます、尾身優也さん、この名前で検索してくれましたら、出るみたいな、そうですね、OMIYUYA ですね、すごい俺今不自由な人みたいになってたね、すいませんね、本当にこんななんで申し訳ないですね、尾身優也さんで検索してくださいということで、はい、はい、じゃあエンディングに向かいたいと思います、はい、行きましょう、エンディングってかもう特にエンディングだったんですけど、エンディングに向かいたいと思いますっていう俺の中だけで決まってたセリフを言い忘れてたから消化しただけでございます。じゃあグランドフィナーレです、ね。
エピローグ的なね。というわけで、あ、今日はありがとうございました。こんな不慣れな番組に来ていただいて。いや、とんでもないです、本当に。ね、楽しかったです。なんか、ドラクエのイベントとかもやろうか。いいですね。ね、10月にモンハン 4G が出ますが、うん、4G 出るまでに、ね、ハンターランク解放したいんだよね。そうですね。あの、まだ解放してないっちゃうね。もう今、ね、全然よちよちハンターなので。そう、本当にね。ぜひぜひ。本当にぜひ。なんかね、あのこちら、道玄坂カフェさん、あのモンハンのイベントとかもやってるらしいので、パラダイスですね。じゃあなんか僕らもパラダイスしましょうか。いいですね。ぜひぜひやりましょう。というわけで、本日モモオミのゲーム墓場第2回、会場、道玄坂カフェさんからお送りいたしました。次回第3回は、またツイッター等で告知しますので、その時はよろしくお願いいたします。それでは、今日はありがとうございました。次回もよろしくお願いします。